白のユニフォーム、神奈川県代表の YSCC が横浜 F ・マリノスに挑んだ一戦。 YSCC は2対0とリードされて迎えた後半21分、左サイドを切り込んだ井上のクロスから吉田がゴールを挙げ1点差に迫ります。その3分後、ペナルティーキックをマルキーニョスに決められ3対1と再び2点差とされます。運動量の落ちた YSCC は41分、途中出場の松本に追加点を奪われて4対1とさらにリードを広げられます。しかしロスタイム、 YSCC は西山のクロスを辻、2点目を奪います。試合は4対2で F ・マリノスが勝利。 YSCC も後半2ゴールを挙げて意地を見せました。